皆さんこんにちは。フットサルボーイズの桃見高校花村梨央役の多田圭太です。フットサルボーイズのキャストメンバーがですね、全5校のチームごとでいろんなことに挑戦するチャレンジリレー動画ということでですね、桃見は5人で、PK ボーリングリレーにチャレンジ中でございます。僕で、3人目なんですよね。5人でぴったり50本のピンを倒したらチャレンジ成功ということで、水木さんとやっぱり我らがキャプテン高尾さんがですね、結構倒してくださっていたので、僕は今回ちょっとリラックスしてこう軽く緩く蹴って取り組んでいけたらなと思います。ぜひご覧ください。やりやすいのかなと思いますので、それぐらいを目指して打っていきたいと思います。外しちゃったらごめんなさい。それじゃあいきます。ご注目ください。結果ですね。1,2,3,4,5、思ったよか少なく倒してしまいました。結果は5本でした。うわー、ちょっとショックです。はい、ということでですね、僕の記録は5本でした。いやー、ちょっとリラックスしすぎましたね。ちょっと後の人に顔向けできませんね。そんな次回の挑戦者でございます。次のチャレンジは鞍馬幸丸役の上村湊くんです。本当にすみませんでした。しっかりと僕のね、お尻を拭っていただければと思います。まるまる頼むよ。それでは花村梨央役の多田圭太でした。またね。